おはようございます。FX の追加配信になります。まあ通常はこの FX の相場解説はあ、12日あたりを過ぎるとですね、FX オリガルヒに参加中の皆様のみの配信になりますので、今ご覧いただける,てる方のね、大半が見れなくなります。今日は高内炎でございますって。喋りにくいですね。はい。じゃあ画面を切り替えて今日は注意するべき点、警戒するべき点についてお話ししていきます。 えまず、本日6月9日の朝8時、警戒体制に入ります。どんな警戒体制かというと、まあ通常はね、フラクタルの方でお話ししたように、ここの水準を超えたら買って、ここの水準を超えたら買ってってことを繰り返せばよかったんですよ。で、今のところ、ここですよね。ここはちょっと形が変わったんですけども、同じです、考え方は。この水準を超えたら買えばいいんですよね。 さあ、警戒するのはここからです。今度ここで、どうでしょうか。天井を描いて下に降りましたよね。その後、下火を出しながらぐーっと上に上がってきました。その際、同じようにこの水準を超えて倍でいいんでしょうかってことです。もちろん、まあ、初級者から中級者の方は、そのまま同じようにロスカットを食らうまで同じようなパターンでこの、帰に入っていいです。ね。ここも、 ブレ,ブレイクアウトで買い、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 ロスカット食らうまでこれで行きましょう。で、これが、あ身についてきたらね、身についてきたら今度は、高値圏でダブルトップ。これを警戒するんですよ。つまり、下がるかもしれないってことですよね。それを警戒しながらやると。で、下がるにしても、もしかしたらこの辺で止まって、もう一回上がって、 トリプルトップを作るかもしれないっていうふうに考えを展開させてください。そうなった時にまた下がる可能性も出てきますけども突き破ったら大きく上に行く可能性があるなってことで先読みを2手3期、2手3って先をするわけですね。よろしいですかね。そういうふうに考えていきましょう。次。今の時間9時なんですけども、追伸です。先ほどの8時のチャートから時間が過ぎて 一応ここはね、超えたんですよ。実体の方は。超えたんですが、今度、ヒゲ先で青いのが出ましたよね。で、全体的には右肩上がりなんですよ。しかし、ここで警戒態勢ダブルトップの可能性が出てきました。となると、このヒゲ先のあたりまで落ちる可能性があるんですよね。落ちたところでもう一回上昇する含みは残していますけども、 さあ、それをどう考えるのかってことです。その場合は、貝足を見ます。これ15分足なんですけどもね。何点かチェックするべき点があります。一つ目、包み足が出ています。包み足が出てるってことは、そっちの方向に進むよってことですよね。二つ目、三平が出てますね。赤三平。三平が出てるってことは、そっちの方向に行くよってことです。 ねえ。そして、すべての時間軸は右肩上がり。これもよろしいですか。で、現在、フラクタルの途中なんで、どん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 上がっているところでしょ。ですんで、通常は、このダブルトップは突き破って、ブレイクアウトの方向に行くと考えればいいです。ですんで、初心者、中級者の方は、そのまま素直に倍なんですけども、別の見方をしようと思ったら、先ほどお話したように、 二点天井でダブルトップで下がるんじゃないかなっていうことも警戒していくんですよね。あら。これを考えに持たせながらエントリーするわけですけども、その際は通常はね、この跳ね返ったところから入ればいいよとか、中級者は赤三平を、そして包み足を確認したまま入ればいいよっていうふうに申し上げました。だからこの辺です。しかし今回はですね、上級者の方でも私みたいに <laughs> 休憩して、えー、みの見物をしてる人がいるんですよ。その人は何をするかっていうと、いつもとは違って、ここを突き破ったら今度は入ります。よろしいですかここがちょっとね、ずるいとこなんですよね。高みの見物、休憩した後に、みんなが入ったら入ろうみたいな感じなんですよ。はい。で、えー、っと、このくじの足に戻しますけども、そうなるとね、ここを抜けたら、 大きめのロットが、私もやりますけども、大きめのロットをね、倍の方向にかぶせてくる可能性があるんですよ。だから、今日中に134円を突破してしまうんではなかろうかっていうふうに読んでます。私はそのタイミングを待ってます。というふうな腹の内を紹介しました。おそらく私と同じレベルの人。つまり、エフクスやれば大体勝つな、みたいな人で、資金が数百万とか数千万を投げない人。 まあ、中ブラリンな、ね、なんか中途半端な、あの、金持ちっていうかね、養生資金を持ってる人です。エントリーするときに、数万とか数十万っていうのをボンボン突っ込む人っていうのは、多分私と同じ思考だと思いますんで、ここを抜けたときに大きな資金を入れますから、もしかしたら大要線をここ突き破った後に何回か出すんじゃないですかそんな気がしますね。はい。というふうに私の胸の内の内です。 多分私と同じ水準の、まあ、こうやってね、あのー、曲がりなりにも人に FX のことについて物を言う人っていうのは同じように考えてると思いますんで、<laughs> 面白いですね <laughs>。だからね、私会ったことはないんですけども、私と同じようなレベルで何年かやっていて、まあ、FX をね、収入源の一つにしてる人、もう当たり前に勝つ人ね。でも大勝ちはしないけども、当たり前に勝つ人、そうですね、年間で1000万前後とか2000万前後勝つ人の思考が私だと思いますんで、多分同じようにやるんじゃないかなと思いますね。 その辺を楽しみながら見てみましょうか。そしたら私も休憩が終わって、ちょっとロットを突っ込みます。えー、おそらくね、ロットの数で言うとね、まあ、3、3? 3から5を突っ込むと思いますね。<laughs> ちょっと強めに。はい。しっかりここまで利益も取れてるんで、今まで取った利益の、そうですね、今月取った利益の半分を使っていくような感じですね。はい、じゃあ、失礼します。